久保建英が日本以外のアジアの国で育っていたら、中国が弱小で、韓国が衰えた理由とは。日本代表は2026年ワールドカップアジア最終予選で中国とバーレーンに圧勝し、特に中国は7-0で大敗。中国やバーレーンはサッカー技術や戦術で日本に大きく差をつけられており、アジア全体でもサッカーの成長が停滞している。中国は巨額の資金を投入しても、基礎技術やサッカー理解が不足し、失敗が続いている。一方で日本は基礎技術と戦術を重視し、欧州で活躍する選手を輩出していることが、アジア内で突出する要因となっている。日本並みの少年スポーツ環境が整っている国はアジアにないよ。確かにバーレンはひどかったな。そもそもバーレンが日本に嫌がらせする意味がわからん。インド中東全域がそのレベル。アジアカップで8位だぞ日本。怪我が怖くて本気でやらなかっただけ。久保はスペイン育ちだろ。いやー、フィジカルも武器になるよ。前世紀のビエリとか、DF3 人くらい引きずりながらゴールしてた。分かってても止められないからね。まあイラクはほぼ日本と同等だろう。中東の国がみんなイラクを参考にしだしたら日本の強敵があと一つ二つ増えるかもしれない。他のアジアだと韓国は反日パワーでたまに日本を苦しめるかも。インドネシアは今後ますますオランダセカンドチームとして育ってくれ。問題は OG だな。他に人気競技がいくつもある国だから代表サッカーの実力は今がピークかもしれない。まあ埋もれた才能が山ほどいるんだろうな。育成システムに乗れなくても高校大学で才能開花する可能性がないんだろうし。中国はインフルエンサーとか使ってすごい盛り上げてるような。サッカーをここまでサッカーにこだわる理由が知りたい。日本みたいな小中高でクラブ活動を導入してるアジアの国はあるのかな。中間にないのは知ってるが。久保は幼い頃からスペイン育ちじゃない。孫フンミンもドイツで育ったが育成環境の違いを論じるなら高卒でのプロ入りを蹴って大学まで進んだ後に海外にまで行った三笘を引き合いに出した方がいい。